までしばらくお待ちください。高知よさこいナイター第9競争は、福留旧社協賛、日の出巻き場を特別、協賛メッセージご紹介します。連載100回記念、太陽の巻き場を W デー第3弾。太陽の巻き場を W の主人公である、文太こと日の出巻き場を記念したレース。ということですが、日の出巻き場は福留正親旧社の所属。福留という姓は、長宗我部の家臣からということですね。高知名産の文旦が大好きな日の出巻き場は、高知の旧社から世界を目指す名馬。その活躍を皆さんもぜひ応援してください。週刊プレイボーイのウェブサイト、週プレニュースから。今日は3レースの協賛いただきました。ありがとうございます。C1 クラスの2走目のメンバーです。距離が1300メートル。牝馬5頭を含む8頭立て。エルステイ、マスターディライト、太陽シーカー、フィールザボーグ、チャイナキッス、マイネビッキー、ムサシボー、ティーンチャーチの8頭立て。3連単では4番、1番、6番が直前の1番人気です。フィールザボーグ、エルステイ、そしてマイネビッキー。さらに3番の太陽シーカー、8番ティーンチャーチらが続いての上位人気となっています。前走は頭差の2着、惜敗も多いフィールザボーグ、今日はどんな走りを披露するか。鉄腕西川騎手とのコンビ、1番のエルステイ、3歳馬との組み合わせ、まずは人気サイドに押されています。日の出巻き場を特別です。今マイネビッキー収まって最後の一頭を8番ティーンチャーチが向かうところです。高知よさこいナイター第9競争は日の出巻き場を特別。8頭収まりました。スタートしました。3番の太陽シーカーが後方からとなってしまいましたか。さあ前は4頭ほど広がって、内から1番のエルステイだが、これを抑えて6番マイネビッキー、間から4番フィールザボーグ、3頭抜けて4番手が8番ティーンチャーチ、その後2番のマスターディライトに5番のチャイナキッスが続いて、後方開きました7番ムサシボーと3番太陽シーカーです。前と後ろに分かれて1000メートル標識を通過、2コーナーに向かっていますが、6番のマイネビッキー、ベップ前が抜けました。1馬身半のリードです。2番手に4番フィールザボーグ、そのうち体半分差、1番エルステイ、3番手800を切って、遅れて1馬身半差、8番ティーンチャーチ4番手、内目に2番のマスターディライト続いて、さらには5番のチャイナキッスです。後方を開いて3番太陽シーカーと7番の武蔵坊。依然として前と後ろ分かれて600を切りました。3コーナーのカーブに向かっています。先頭は6番のマイネビッキーです。1馬身ぐらいのリード。さあ追って追って4番のフィールザボーグ、前を追っています。さらに1番のエルステイが3番手400を切った。その後中段から外を上がった5番のチャイナキッス、内ティーンチャーチ。さらには2番のマスターディライトが続いて各馬第4コーナーのカーブです。先頭は6番のマイネビッキー、粘ってリードは1馬身半から2馬身ぐらい。さあ2番手集団は混戦となってきて直線に向く、200を切って、先頭はマイネビッキー3馬身のリード、フィールザボーグとエルステイの2番手3番手、その後5番のチャイナキッスが4番手100を切りました。先頭は6番のマイネビッキーです。リードは2馬身半ぐらい、マイネビッキーゴール。2番手最後はどうか、4番フィールザボーグか、内1番のエルステイか、この2番手の競り合いは長く続きました。6番のマイネビッキーです。結局先手から突き放して快勝に持ち込みました。ベップマイ騎手、上がりの800メートル52秒1、600メートルは39秒5です。6番のマイネビッキー、ここは先手から勝負どころ、後続を突き放して快勝です。ベップマイ騎手は今年の31勝目、レプシンジ厩舎は60勝目。最後は差を開きました。6番のマイネビッキー、マイネルラブの3区です。2番手4番フィールザボーグ、2番手の競り合いを制しました。3番手が1番のエルステイ、その後は5番のチャイナキッスが4番手の入選です。第9競争日の出巻き場を特別、確定までお手元の勝ち馬投票券大切にお持ちください。